はい、皆さんこんにちは。今日もアマゾンタイムセール祭りが開催中ですけども、今日もですね、実際に私が使っているものの中からこれはいいですよっていうものをですね、12点ほどセール対象品実機を見せながらご紹介したいと思っています。それではいきます。はい、ということでこちらね、昨日ちょっと漏れちゃったんですけどね、タイムセールという括りじゃない値下げで売っていた AirPods Pro ですけど、昨日はね31,100円ってことで、お盆のあたりもこの値段で売ってたのが、今日はね35,152円になっていましたね。まあ 10% オフぐらいっていうことで、価格コムと比べると、価格コムのねクレカでも31,597円ってことで、昨日の価格に反応したものとなってるみたいでね、まあ、の新機種の噂もねありますんで、まあ、そのあたり慎重にご購入くださいませ。で、あとはねこの辺も安くなってましてね、 AirTag も3896円になってます。あと Apple Pencil も第2世代第1世代もね安くなっていますね。まあ、その他 iPhone ケース13 Pro 用とか 13 Pro Max 用とかね、まあ、安くなっているようですね。あとは、AirPods Max が 22.4% オフとなっています。はい、それでその AirPods Pro のアクセサリーですけど、コンプライのイヤーピースがあんまりセールやらないんですけどね、今回2割引きになっていますね。クーポンで3488円となっています。872円ぐらいお得なんですけども、でこれはね、まあ、こんなような感じの、まあ、コンプライっていうとイヤーピースのね、この低反発ので有名ですけども、まあ、この AirPods Pro の、まあ、この部分ですね、まあ、これ取り外して、これ純正はシリコンがついてるじゃないですか。で、まあ、それにこのコンプライの低反発のやつですね。で、これがこの AirPods Pro の接続部にしっかりとね合った設計になっているということで、まあ、こうやってね押しつぶして耳に密着して使うものとなっていますけどね。で、まあ、これ自体はね、まあ、純正品も、まあ、3サイズとかあるんですけど、今回セールなのは SML のアソートのやつということでですね。で、まあ、このなんかシリコンがちょっとね肌に合わないなんていう方にはいいのかなというねところですよね。あとは長年のコンプライファンの方にはとてもいい製品となっています。フィット感はねかなり向上しますね。はい、そしてベルキンの 2-in-1 のワイヤレス充電器、マグセーフの公式認証のやつね、これが635円オフとなっていますね。19,01円。ちなみにアップルストアでは14,200円で売っている製品となっています。でもこれはとにかくね、このマグセーフ充電器の中ではおそらく最もクールなんじゃないかというのがベルキンだと思います。まあ、ちゃんとこの公式認証されていますから、最大 15W もね出たりしますし、で 2-in-1 ですから、こちらトレイの部分に AirPods を置けばですね、ワイヤレス充電対応の機種であれば充電できるんで、まあ、2-in-1 この2つをね同時に置いておくだけで、貼り付けておくだけで充電できるっていうのもいいですよね。で、このカメラが大きくなった iPhone 13 Pro でも干渉することはないというのもね一つのポイントではないでしょうか。まあ、私はねこれ寝室で使ったりしていますけどね、とてもかっこよくておすすめできます。で、同じくベルキンのこっちは 3-in-1 の方もセールにかかっています。こちらもマグセーフ公式認証ですから 15W 出るものですけども、これがですね 15,315円ですね。クーポンで883円安くなります。で、今 Apple Store では 28,000 円で一つ新しいタイプを売っていますが、一つ前のやつがねセールなんですね。で、これもやっぱりね 3-in-1 としては非常にクールでかっこよくてですね、まあ、iPhone、Apple Watch、AirPods が同時に充電できるということで、まあ、この宙に浮いた感じがやっぱりねかっこいいんですよね。で、AirPods をトレイのところに置けばですね、これもまあ充電できますし、あとはね Apple Watch に関してもこの宙に浮くようなね感じで充電ができるようになっています。まあ、ただね一つ注意点ですけどね、この Apple Watch シリーズ7の高速充電にはこの製品対応してないんでね、まあ新型は Apple Store に売っていますけど、今回のセール品の方は高速にはならないんで、まあ、なんでね急ぎの時は付属品を使った方がいいと思うんですよね。で、まあ、ただ2台運用の方なんかね、まあ、置いとけばいずれ充電できるっていうスタンスだったらね、これで全然十分いけるんじゃないかと思います。まあ、とにかくねかっこいいまとまり感が売りの製品です。
で、お次はね、サテチの Bluetooth 拡張10キーというのが、こちらが253円オフ、まあ 5% オフぐらいですけどね、おすすめ品がセールとなっています。で、私はね、数字入力するときね、必ず MacBook につけるんですけどね、で、MacBook のキーボードってほら、10キーないじゃないですか。だから、まあ、数字打つとき、ちょっとね、この10キーあるなしではだいぶ効率が変わってくるんで、これで打ってばもうね自動的に半角になったりもしますからね、とても便利なんで、まあ MacBook に限らず普段はねコンパクトでスリムなこの10キーないやつを使いたいって方もですね、必要な時だけ足すことができるんで、とても重宝する製品です。まあ少しでもねお安いんでおすすめしたい製品です。で、お次もね、サテチですね。108W の USB-C パワーデリバリーのデスクトップチャージャー2というやつなんですけどね。で、これが6899円。なんと 25% オフとなっていますね。2300円お得なんですけど。で、まあ、このね、100W クラスのこの手のチャージャーっていうのは、やっぱお値段結構高いんですよね。まあ、大体9000円から1万円とかしますけども、でこちらの USB-C が上が 90W 下が 18W で、でその下タイプ A については 12W が2機というね感じになるわけですけども、でまあこれでまあ一通り揃ってますからね、まあ MacBook Pro でもまあ14インチ16インチでもまあ大体足りる W 数ですし、あと iPad とかね iPhone も十分充電できますね。まあ、私はね出張なんかに持ってったりもしますけども、あの机のとこにね置いといて使うのにはとてもいいんじゃないでしょうか。でケーブルはねこういうロングケーブルタイプですけども、まあ、必要に応じてですねこういった短いものを自分で用意するのもありかなと思います。まあ、100W クラスをお安く買いたい方にはおすすめできます。でお次はですね、これもあんまりセールにかからないミアビックスの MacBook Air 13.6 インチ用のトラックパッドフィルムとなります。これが通常998円が799円。なんと2割引きですね。で、同じくね、14インチの MacBook Pro 用も同じ値段で売っていますね。で、これはね、ここ最近 MacBook 購入すると必ずこれを貼ってるんですけどね。で、なんかね、貼りやすいし、あとは、まあ、タッチとかもね、結構滑らかでいいので、まあ、このトラックパッドってね、やっぱすり減ると、売却とかの時にね、査定額落ちますからね、まあ、そういうのも含めてね、私は貼っていますけども、13.6 インチ、M2 MacBook Air に適したサイズもあります。はい、そしてお次は、Ugreen の USB-C SD カードリーダーですね。UHS に対応ってことで、非常にね、高速なものが今回 15% オフの1981円になってます。ちなみに Apple 純正の同等品は6180円です。で、これも何度もね、紹介してますけど、やはりね、コスパが非常にいいので、私はセールにかかるたんびにお勧めしていますが、で、このような UHS2 の SD カードを使えばですね、とてつもなく速いスピードで読み込んでくれるということでですね、まあ、MacBook Air でも M2 の MacBook Pro でもそうですけども、この SD スロットはないですからね。なんでね、この iPad もそうですけども、写真を読み込むときに一眼で撮ったものとかね、これを使うとね、かなりスピードが速くてね、いいですね。で、私が持ってるチームというところの SD カードの場合ですね、書き込みが113、読み込みはなんと224とかってね、まあ、最大限をね、発揮してくれるんですね。で、お次はね、使い勝手のいいサンダーボルト4ケーブル、こちらが 20% オフの2399円となっています。で、これは今ですね、このドッキングステーションにつないでいるんですけども、で、つないでいる先は14インチの MacBook Pro というね、感じになるんですよね。まあ、このクラムシェルモードで使うときなんかに挿しているわけですけど、で、これの最大の良さは片側が L 字になってますからね、このようにフロントエントリーのドッキングステーションなんかにつないだときに非常に収まりがいいってことでね、まあ、普通のやつだとね、ビヨーンって飛び出しちゃうのが、まあ、これ L 字で収まりがいいんですね。はい、そしてお次は Apple Watch 用のソフトタイプの保護フィルムですね。オーネオスというところのがこちら500円オフクーポンですから、まあ、26.6% オフぐらいなんでしょうか。1380円となっています。で、これはね、樹脂フィルムなんですけど、非常にね、あの粘りがあってね、全然こう剥がれてこないんですよね。冬場でもこの袖口に当たってもね、めくれてくることがないってことで、まあ、湾曲部分にもね、かかっていて、まあ、つけていってもね、そんなに違和感のない樹脂フィルムなんですね。
なんでね、アルミボディの 4X というガラスにはね、いいんじゃないかと思うんですよね。で、これ内容物としてはね、こちら5枚組になってます。私はもうね、3枚使っていますけども、まあ、これがね、本体フィルムでしょ。まあ、あとはこれ、つける時の固定用の台があったりとかね、まあ、あとはお掃除セットと、あと密着させるヘラなんかもついていて、非常にね、貼りやすいフィルムとなっています。はい、でお次はね、マグセーフ用のリングですね。こちらゼニックスというところのが1818円、通常よりもテンパーオフになっておりますね。でここのはね、マグセーフタイプのリングを最初に出してくれた会社でね、まあ、とにかくねシンプルな構造で、このリングの方が180度こっち側に倒れるっていうのもね、いい点なんですよね。なんでね、とてもリングをねつけた時に使いやすいというポイントがあります。まあね、ただね、その後ですね、このようにアイリングがまあ類似品を出したりとかね、まあ、少し改良したりしていて、まあ、透明の板状の部品がまあここのリング自体をねフラットにしてくれるっていうことで、なんでね、表向きに置いた時にこのゼニックスだとねちょっと傾いたりするんですけどね、まあ、ゼニックスの場合少しこう浮かせばなんとかね水平にはなるもののですね、まあ、そのあたりがちょっと違いとしてあるんですけど、ただまあシンプルでね、お値段安くてコスパがいいのはゼニックスの方ではないかと思います。はい、そしてこちらもですね、高コスパの iPad ミニケースといえば ESR ミニ6用が出ていますね。これ通常よりも2割引きとなっています。1839円ですね。460円お得です。でこれはとにかくね、もう定番品として新しい iPad が出るたんびにそれを出してくれるんですけどね、まあ、ミニ第6世代も昨年出ていまして、まあ、この裏側ね、半濁の半透明みたいな感じで、この部分ですね、フラップがついていまして、 Apple Pencil つけなくてもぴったりになったりしますし、あとはね、Apple Pencil つけてもぴったりになるという、結構ね親切設計なんですよね。なんでね、一応まあ四方を守ってくれるので、持ち歩き用の iPad mini 第6世代ケースとしてはね、まあお値段も含めてなかなかいい製品なんで、おすすめできるものとなっています。はい、そして最後ね、こちらもセールにかかっていましたシュピゲンのエアタグケースですけど、カード型なんですよね。これが 25% オフの1868円となっています。これはね、なんかね、私非常に生活に馴染んでいまして、で、まあ、このようにね、あのカードケースに入れてるんですけどね、まあ、小さい財布として使っているやつで、まあ、そうするとね、このように、まあ、もちろんね、エアタグの厚み自体中央はあるんですけど、まあ、この四隅がね結構薄くなってるんで、なんか意外とねカードを入れる部分にこうやって入れとくと、まあ、財布でもね、こういったカードケースでもなんかね意外とね収まり良くてね、重宝して毎日使っているものとなっています。はい、そして最後ですね、こちら気になったものを1点だけご紹介しておきます。でそれはね、アンカーのドッキングステーションなんですけど、サンダーボルト4なんですけどね、割り切った構成で、サンダーボルトを1つから3つに分岐して、もう1つは USB-A というね、シンプルなやつで、私が使っているマイクロソリューションのやつと構成がねかなり似てるんですけど、これがね 23,992 円ってことで2割引きで売ってるんでね、まあ、この MacBook Pro 14インチ16インチの方なんかにはね、とてもおすすめできる製品となっています。はい、ということでタイムセール祭りは月曜日の午後11時59分までなんで、まだ時間あるんでね、いろいろこの日曜ね使って見てみると、掘り出し物が見つかるかもしれません。それではまた。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。